音と空間に身を委ねてるって感じ。そう、ここの平野くんの言葉もこれね、うわさすがだなって思ったのは、高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。リクエストいただいていた差しで仲良くなってもらっていいですかですね、こちらぜひぜひ見てくださいというリクエストをいただいていたので見てまいりましてということで感想を述べていきたいなというふうに思っているところでございます。今回多分僕大東くんをのお話ししてる姿を見るのも多分初めてなので、大東くんって一体どういう人なんだろうっていうところが見えた部分でもありましたね。あ、こういうお話のされ方なんだなとか、まあ、その口調っていうんですかだったりとか、まあ、実際にこう映像で見た時の美しさといいますかね、また本当に端正なお顔でなんかこう空気感のある持ってる方だなというふうにも思いましたし、本当にこうなんだろう、平野くんのその隣にいるっていうこの状況の中でなんかすごいかっこいいお二人が喋ってるんだなっていうのをなんか改めて普通に感じましたね。ちょっと僕の中で、あ、いい質問されてるな大東くんっていう風に思ったのは、平野くん踊ってる時に何を考えていらっしゃいますかっていうあの質問ですね。これやっぱり大東くんの着眼点すごく僕もよくわかるなと思って、ダンスが上手い先輩ですね、憧れの先輩に何質問するっていう時にやっぱり聞くんですよね。普段踊る時ってどんなこと考えていらっしゃいますかってやっぱ聞いちゃうんですよ。そのぐらい本当にプレイヤーとして多分その大東くんも実際に踊ってるからこそ余計に気になる部分というか、実際に自分が踊っててなんかこれうまくいかないなとか、あとは踊りながらもうちょっと上手くなるためにはどういうふうに考えたらいいんだろうかっていうのが、まあ裏のまあその何でしょうね、背景にあるっていうところですよね。っていうのもあって、その平野くんのダンスを見てやっぱりめちゃめちゃ衝撃を受けるじゃないですか。ってなった時に何考えてるんですか、どういうふうに考えたらそういうふうに踊れるのかなっていうのを少しでもやっぱりキャッチアップしたいっていう思いがあったんじゃないかなっていうふうにちょっと見ていて感じた部分だったかなというふうに思いますかね。あ、これかな、踊るとき何を感じていますかの質問と、あ、そうね、音と空間に身を委ねてるって感じ。そう、ここの平野くんの言葉もこれね、うわさすがだなって思ったのは、俺バカだからっていう風におっしゃってたんですけれども、受け答えとかもうトータルで見てて素晴らしかったんですよね。なんか大東くんの言ってることだったりとか意図みたいなものをしっかり組んであげながらフォローしながら、質問に答えてあげたりとか、まあ、全体の進行を見てくださってるっていうところもそうでしたし、なんだろうな、言葉の一個一個の節々にやっぱり地頭の良さを感じますね。平野くんのその地頭の良さというかコミュニケーション能力の高さっていうのかな、そのあたりはやっぱり芸能界にいるといろいろな人とこう絡んでいくわけじゃないですか。コミュニケーションを取っていくっていう中で身についた相手の空気感だったりとか、その相手の目をねこうやって見てお話しされてるところもそうですし、何を相手は求めてるのかっていうところを本当にこう自然とキャッチアップしてそれに対しての返答ができるとか、そういう相手の空気感だったりとかテンポ感に合わせて自分のこうテンポ感も作っていけるんだなっていうところが素晴らしいなっていうふうに、声が小さい、待ってくださいね。もちろんそのね自分のことに夢中になったりとか、 あとはその仲間同士でのコミュニケーションの中での、まあ、テンポ感だったりとか、そこでちょっとこう抜けた雰囲気がね出てきてる部分とかが見れて、そこがチャーミングになる見えるんですけども、なんだろうな、でもね、なんかこの大東くんと平野くんのコミュニケーションを見ていてすごく思いやりだったりとか、そういう汲み取るっていう姿勢だったりとか汲み取り方とかもそうですし、なんかね全然そんなことないんだよなっていう風に思ったんですよね。あとはそのお話を聞く時のこういう姿勢だったりとかもそうなんですけどもね、なんか このあたりがあんまり言わせないでのこの感じもそうなんですけど、トータルで見終わった後になんかここでハハーって笑いながら見てるんですけど、見終わった後にいやめちゃめちゃうまいなってっていう風に思いました。お世辞抜きでいやーうまい、
なんかお話の引き出し方とか、大東くんがお話ししている内容についてのちょっとサポート的な、言葉が入ってきたりとか、空気感とかもそうですし、あとその間の使い方だったりとかもそうですし、めちゃくちゃね参考になったんですよね。ご兄弟いらっしゃって、平野くんはお兄さんなんですよねっていうのも、あ、そういうことかってちょっと思いましたね。このあたりで僕、先輩とお話しするのとか結構機会も多いので、なんかやっぱりね、そこにこう先輩のお話にの流れに乗るっていう感じなので、後輩としては先輩とお話しするときっていうのは結構こうスムーズにいけたりもするもんなんですけど、逆に僕、後輩とお話しするときとかは結構、あ、難しいなっていうふうに思ったりとかね、なるべくその何でしょう、空間その無音になるところを作んないようにしなきゃなとか、逆にこう気を使う難しさを感じた部分でもあったので、なんか見てて、うわ、めっちゃナチュラルっていうね。平野くん、そう、なんか人見知りな方っていう風にも お話は聞いたことはね、ちょくちょくありますけども、でもなんか、でもやっぱり、なんだろう、表に立たれる方として、まあ、そのカメラの前でね、こうお話しされる姿とか含めると、いやー、さすがだなというか、なんかね、皆さんもうファンの方たちからするとね、そういう姿をたくさん見ていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、この前のあの何です、ゴート発売リリースの、PR ですかね、まあ、CM っていうんですかのあの動画とかもそうなんですけど、結構平野くんたちの普段の姿みたいなものを見る機会っていうのが本当になかったので、シンプルにね、一つ一つにあの丁寧に感動しているというところはあります。あ、そうなんだみたいなのもちょっとあってっていうところなので、すごく今回のこの、対談動画っていうものは僕見てて、うん、面白いですね。もう全部が新鮮というか新しいっていう感じだったので、で、まあ、さっきのね、そのダンスしてる時にどういうことを感じてらっしゃいますかっていう、この大東くんの質問の仕方だったりとか、あとショッピングにね一緒に同行したいですとかもそうですけども、平野くんっていうやっぱりその憧れの先輩を前にした時に、もちろんドキドキもしていらっしゃると思いますけれども、でもしっかり受け答えをしている大東くんもすごいなっていう風に思ったというか、でもなんか気持ちもわかるんですよね。憧れの先輩がいるっていう、目の前にいるっていう中でどういう質問をするかとか、何を聞きたいかとかで、そのショッピング一緒に行きたいですっていう、一緒にお買い物したいですっていうか、なんかその何を買うのか見てみたいですみたいなとか、ダンスしてる時にどういうことを考えてるのか知りたいですとか、なんかその平野くんが見てる視点を、その高さを自分も体験してみたいなみたいな、その平野くんのこの体にこう自分も一緒に入って体験してみたいぐらいの多分感覚なんじゃないかなっていうふうにちょっと思うぐらい、やっぱり憧れの先輩が普段何を考えてるのか、普段何を食べてるのか、普段どういうふうに感じてるのかっていう、もうちょっとだからオタクレベルのあれになっちゃうんじゃないかなっていうような、この前のめりな聞き方みたいなものも素晴らしいなっていうふうに思いましたし、その大東くんの着眼点がいかにその平野くんをなんかこう慕ってるのかというか、平野くんに憧れてるのかっていうのがよく伝わってきました。なんかね、すごくわかるわって思いました。僕もすっごい憧れの先輩になんかこう質問するときのなんか質問の仕方が、もうなんかその先輩の感じてるもの全てをなんかあの知りたいみたいな、その気持ちめっちゃわかるみたいな風にちょっと見ながらあの感じてました。わかるよ東くんみたいな、平野くんっていう先輩が目の前にいた時に何聞く、何知りたいってなったら、そうだよねっていうねところもなんか僕見ていて、あのうんうんうんってなりながら感じてた部分ですかね。